はい、こんにちは、カババです。ここはですね、もう皆さんご存知の通り、八ヶ岳山荘の前です。まあそういうことでございまして、今日は八ヶ岳を登ります。まずね、美濃戸まで行くんですけど、まあ前回もね、前々回もそうだったんですけど、僕の車ね、若干車高が下がってるんで、この道無理なんですよ。まあということなんで、車で行けばね、10分ぐらいなんですけど、美濃戸までね、歩いてきます。それでね、今回のコースなんですけど、まあ一応予定してるのは、ここから美濃戸まで歩いて、これ北沢行きます、今日は。そうするとまあ赤岳高専に出るんですけど、まあ高専にテントを張っちゃって、でそこで転泊します。で次の日、赤岩の頭から伊予横岳、そして赤岳と、まあ行ってね、でそこから、行者小屋経由で赤岳高専に戻ると、南八ヶ岳の稜線を楽しんでいきたいなと思います。はい。やっとね、山の小村さん駐車場からね、だいたい1時間ですね。単調でね、つまんない道でした。空も綺麗だな。はい、やっとね、美濃戸山荘まで来ました。はあ、いや、やってないな。前はな、平日もやってたんだけど、もう10月だからな。美濃戸山荘の、まあ、すぐ先にね、はい、北沢と南沢の分岐があります。で、僕らね、赤岳高専行きますんで、まあ、高専の場合は、こう、北沢から行った方が、早いですね。直接行けますんで。はい、行ってみましょう。長いな。うわ、はい、それではね、園庭広場を出て赤岳高専に向かいます。はい、結局ね、天場はこの水道の近くの、ここね、若干斜めってんですけど、まあ一応ここにしました。はい、じゃあテント張っていきましょう。
大急ぎで張った。おー、いい匂いだ。今日もね、いい天気になりそうですね。今日は、この赤岳高専から硫黄に上がってね、で横岳、赤岳と行って戻ってくるコースです。稜線のね、上空は雲一つないですね、今のところね。はい、このルートはね、赤岩の頭経由で、硫黄に行くんですけど、ちょうど3年前のね、僕の誕生日、ちょうど3年前だね、こっからね、土砂降りの雨の中ね、カウママと硫黄の頂上で誕生日を祝うという馬鹿げた企画をやりましてね。はい、あっちはね、阿弥陀ですね。あと中岳。あれが、その左が赤岳ですね。ちょうどね、ぐーっと登ってきてね、こう行くんです。こちら赤岩の頭なんですけど、ここはね、通称ってこう僕はがっかり坂って呼んでるんですけど、ちょうど3年前の9月ね、ちょうどこの角でね、いやどうもっつって帰っかもっつって、今ひどい天気だったんですけどね、結果的に諦めないでぐーって行ったんですけど、その時の写真がこれです。こっから多分ね、木がなくなってくるんで、しかも天気はねこんな感じで、ドピー感なんで、いい山歩きができそうです。いやー、完全稜線出たね。いや、どうもだね、これ。俺、晴れた時ね、この赤岩の方の稜線、来たことないのよ。全部、ガス出てね。
今日初めてだな。おお。ああ、一番向こうに蓼科が見えるね。はい、あそこがね、赤岩の頭ですね。はい、じゃあ赤岩の頭を出てね、硫黄に向かいます。この岩を曲げばね、硫黄の山頂ですね。はい、硫黄の山頂ですね。ああ、ガスってない時陽気なのって初めて。結構人いますね。前回来た時は爆裂がね見れなかったんですよ。今回も一緒だね。あれもう行けなくなってる。いやー何も見えねえ。ちょっとちょっと晴れてきたけど、次は硫黄岳山荘に行きましょう。あそこがね、さっきまでいた硫黄の山頂ですね。でね、ぐーっと稜線を降りてきて、はい、今ね、こんなところです。はい、あのとんがった山ね、あそこ横岳ですね。で、稜線の下の方ね、あそこに見える小屋が硫黄岳山荘です。あそこまで行きます。イエーはーい、ここまで来ました。なんかさ、山小屋があるとホッとするよね、正直言って。うん、これ硫黄岳山荘ですね。はい、このね、稜線のね、ちょっと下にあるんで、こう低く見えますけど、ものすごく立派なね、大きな山荘です。はい、硫黄岳山荘に来ました。そうだな、なっちゃんが飲みたいな。